お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらの、枯渇三次指摘、はい、を使ってねやっていきたいと思います。でこれ、なぜ今日これするかっていうとですね、日本人の方で今やばいんですよね。このグローバル3位で5位とかなんですけど、この人たち、やばいじゃないですか。でこの人たちがみんな枯渇三次を使ってるんですよね。そうだから、自分今めちゃくちゃトロ上がってないんですけど、沼っちゃってるんですけど、もう早くもなんですけど、自分もじゃあ枯渇三次使えば勝てるんじゃねえとそんな簡単なことじゃないんですけどね、はい、と思いまして、枯渇三次使っていこうかなと思います。はい、でこんな感じでいくんですけど、よいしょ。枯渇三次なめちゃくちゃむずいんですよね。だって守れるカード、ギャングとガゴムレと、三振は出せない時が多いですからね。とあとディガーしかないですからね。マジでこれはせめてこれザップ打たない方がいいな。オッケー、これで1個多分落とした。いやー強えけど、これガゴムレ出しても三振出しても結局ラバー守れないから、バルーンコンかな。いやーバルーン出して早く。いやはい、これ相手ガゴムリ読みですね、多分。よいしょ。いやラッキー、やば、相手これレイジっすよね。多分これレイジ。やばい、ラバ削りがやばい。でこれでもアイゴレでターゲット取って、よいしょ。アイゴレ優秀ですね、本当に。いつになってもこやつは優秀。 OKオッケー、流れはいい感じですね。相手は、ラバのベビードラ。これ、リポンいて、スペルが分かんないですね。ファイブかライトニングだと思うんですけど、こういうのな、どうしたらいいか分かんないですよね、僕。ギャングつけて、そういう系か。いや、これあれだな、多分スペルないわ。知らないけど、だってこれでレイジでしょ。だから矢の雨とかしか多分相手ないですね、多分。だからこの三次無双できるはずなんですけど、わかんないですけどね。はい、でこっちを攻めすぎたら一気になんかワンチャンされちゃうんで、こういうところで逆サイに、ライトニングか。これ矢の雨がサクってきそうな気もするけど、レイジライトニングかもですね、もしかしたら。やば、もうだってサンクラ取りに来てますからね、相手。だからこれ固めて、でも問題はガゴムレで一掃されるのだけは避けたい。やばいな、これ。この辺にガゴムレ来るから、 OK、 やりごぶ、頑張れ、君たちは優秀。オッケー、守れて、で、ここでまたフルカウンター来るけど、これまた30しか固めて、固めてない。いいや。オッケー、これで両サイ警戒できるし、ちょうどいいですね。最低矢の雨あると思うんですけど、ね、ないのかな。いいや。これで矢の雨来るか、でもレイジがあったから多分ない。やばい。ザッパ早いけどいいや。こんな感じで勝った。はい、いやー特になんか別にすごいことも何もしてないんですけど、マジでなんか普通な立ち回りですね、多分。はい、エリポン行って、相手が大型出したら逆サイ攻めて三次指で大型を守ってかな。はい、今のが基本的な動きかなと思いますね、三次使う上では。わかんないですけど、なんか三次使いを使う人ってなんかもういろんな、もう無限にパターンがありますからね、立ち回りが。そうなんで、上まで行けるのはすごいですね、普通にすごいと思いますね。勝てないですもん、自分が使って。はい、よろしくと。でこれザップ打てばエリポもあるんで、ザップ打って一回2秒ぐらい。ラバだ。左、もう一個左走ってもよかったけど、ラバ
まあ1個落とされた時にそのまま金庫落とされないように、あれですね、左側にリボン置きました。これザップ打たしたいけど、さすがに打たないよね。あ、待って、これライトニングだ、最悪だ、これライトニングだ。いや、ファイバーかい、なんやねん。せっかくロリババだったから、なんかロリババライトニングとかだと思うやん。ファイバーやんけ普通にファイバーやんけ。で、ここで相手にユニット探したい。あー、やばい、これシャシャった、シャシャった、シャシャリコジョババしたけど、相手これに6コス塞いでくれたんで、まあいいか、いいかな。で、これはザップ打っとくか、痛いっすね。で、相手バルーンなんすかね、ディガーなのか分かんないんですよね。マイリポンいて、マイリポンあればなんとかなりますね。よいしょ。で、これでアイゴレギャングのコジョババもやっちゃって、あーそうだ、なんかさっき自分でロリババって言ってたのにロリババを忘れていた。はいはいはい。で、相手ファイボーだったから、このベビドラ無視っすね。これ無視でガゴムレ出して、これ別にファイブ打たれたら取って、何された取って OK。で、これにリガ合わせて、このエリポン一回捨てて、これザップ打って、あー重ねか、これ墓石使わせるか、いや、ファイバー使わせるか、やばい、それ相手がうまいけど、これ言うてあのアイゴレちゃんで多分守れない、やばい。これザップ、おいしょ。相手ファイブロリババだから、あれっすね、あの三十子後ろ三子固めてしまえば防衛できないけど、あーやっか、あ、ギャング使った、これチャンス、これめっちゃチャンスけど、ベビドラが優秀なんすよね。これこれもう形作られて終わるから、どうにかしたいけど、いやーやばいけど、まだまだある。これロリババ使って、その瞬間に多数、うん、よいしょ、何しても通んねえ。これファイバーで防衛される、あ、いや、いや防衛すんかい、いや、まだ参る、まだ参る、殴んな殴んな殴んな、いや一発の耐える、あるよあるよ、ルイバーは届かない、買っとくね買っとくね、飛来神、あ、やべ、買ってない、いや、ある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 、おいしょやば、負けたと思った、負けたと思った、負けたと思ったけど、なんか知らんけど勝ってた、なんでや、いやー危な、危ねー。そう、相手がロリババを結構抑えてくれてたんで、後出しギャングで運よく勝てましたね。今めっちゃ調子いい、めっちゃ枯渇三振してから調子いいですけど、一戦めちゃくちゃ大変ですね。今のに勝てたのはまあでかいですね。いや、多分あれがもっと上手い人だったら楽に勝てるんですよね。その勝ち方を知りたい。よし、まあ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 、まあ、良きですね。無事に無事に、マジで負けたと思った。よし、さあ本日ラストですね。でリポンなかったら別に無理にリポン回さなくても普通に三子とか出してもいいかなと思いますね。で、三十子に5打ってくれたら逆に今度はエクサポンプが生きるんで、そういうのでもう相手クロスかな、迫撃か2択、クロスだ。そう、これで別に5を打たれて相手は美味しいって思わないか、普通にこれでエリポン生きるから全然いいんすよね。エリポン生きるけど、これカード1枚回せばよかったな。まあいいや、これどうせ、あー、ディガディや、あ、でもこのディガ使ったら多分ダメだったな。お、まさかのキョスケ
じゃない、キョスケじゃない、これ誰や、お前誰や、ロイ J だ。おおー、なんか全然違う、すごいできた。これ多分ザップ打ったら結構ダメージ入る。そこのね、本当だったら一瞬で死ぬガゴムレにもザップ打ってあげるだけですごい変わりますね。でここは許容して、結構許容大事、許容大事で、エリポンきます。で5打ってくれたら、打ってくれたら美味しいですけど、よいしょ、まあ、ロイジャー警戒してきますね。よいしょ、はい、でガゴムレで防衛で5来たら、あ、これは美味しい。でこういうのにディガーを組み合わせてあげることだけで、やりたいしんどい。 OK、 これで落ちる。意外とそのミリ残りガゴとかにもディガーを組み合わせるのが大事ですね。っていうか日本人のそのここ刺し上手い人のとかなんかで見たりするんですよね。そしたらそれに追加するみたいなところでユニット追加してたりするんで、よいしょ。ここですね、問題が。で、ファイブザップか。サンシマ出して、これガゴムレですかね。こっちにファイブ来るかな。おい、ボーラー待て、転がすな。オッケー、勝った。こうやっても、全部つけたし、全部つけたし。で、ギャングをつけ足したいけど、ガゴムレでいいや。オッケー、つけ足しロイヤルで。勝ちですね。でこれはキングを狙っていって、あー落とさして、最後ぐらい頑張れ、ディガディガディガ、もう一発、よいしょよいしょ、美味しい、美味しいですね。だって相手今の普通に3スペ2スペ5ウッドザップのバーバリアンで、めちゃくちゃ相性悪そうに見えて、でもこんなんにも余裕で勝っちゃいますからね、30死。それが強みですね。はい。てな感じで、久しぶりに3連勝かな。はい。まあ、上は高いんすけどね。やばいな。上、今のグロイチームジャイ3子ですね。って感じで3子流行ってますね。はい。という感じで今日は終わりにしたいと思います。はい。で、本日2本目もあるんでね。そっちでは、まあ、ミラーかな。ミラーデッキ出そうと思ってるんで、ぜひね、見てください。はい、ということで終わります。お疲れ様です。バイバイ。